はい、皆さんこんにちは、アチでございます。総評さんの三国志13ですね、やっていきましょう。ね、生徒落とせましたよね。で、これが入ってるってことは怪獣してるのかな。今誰が、我々が怪獣してるんだね。ちょっとね、このメンチク感は抑えておきたいんですが、先にこの劉璋さんたち、劉璋さん生きてましたね。劉璋さんたちをやっつけて帰ってこようかなと。で、うまいこといけば私がそこで二品官になって、トトコになってて、どっちから行こうかってとこなんですけどね。馬頭さん大変だった気がするんだよね。馬頭さんで大変なのここここめっちゃ大変なんですよね。まあこれは攻めに行く機会があったらお見せできるかもしれませんが、さあ兵糧溜まったでしょ。154日しかない。でもここはいけるね、154あればね。じゃあ攻めに行きましょう。周囲軍団の軍団使命が達成されました。何、そっか、任務防衛ガッ、そうだ、私今ガッポロ大使なんだいやー、ちょっと待って、なんかガッポに対して動きがある。いや、大丈夫だよね。私、ここの大使なんだよね。あ、違うわ。合法じゃないわ。そうかだ。そうかの大使になったんで、こっち動く前に、ここ落としていか、もう電光石火で落とさないといけないね。電光石火って言っても、この距離すんごい長いんだけど。で、先にこっち落とす方がいいのかもわかんないね。そうしないと、そうだね。こっち怖いから。しかも私が使ってる兵力って合法の兵力なんだよね申し訳ないですね。これは処置さんだっけごめんなさい。じゃあね、行きますよと。さあ、奈良間の兵、ちょっと待って、加工園さん、メンチク館取りに行くんだね。報告します。はい、総括で巡殺ね。はい、どうぞどうぞと。人はね、結構いますんでね。わからないひなわかりません。ちょっと調べようか。じゃあね、これなんて読むんだろう。楽、そらひなって訓読みだもんてかひなっていう字じゃないと思うけど、楽って読むんですね。港に属港に属でさてと、どこから攻めるか、どこから、奪ってやるかかな。さあ、この兵力だったら勝てますね。さあ、ここで潰しちゃいましょう。農業ね、よいぞよいぞと。構わんぞ。はい、さあ、2万4400の兵なんでやっつけてしまいましょう。着手するぞ。はい、戦に先立ち軍業を行う意見のあるものは何らと申せやと。これね、私リュモンさんばっかり使うからね。あ、そうだ、ここは関係ないわ。リョモンさんのね、采配をつかばっか使うからね、サムネイルがリョモンさんの采配ばっかなっちゃうんだよね。ここはぜひ、起動弱火で、総評さんに奪い返してあげたいなと。あ、美塾さんでいっちゃいましょう。はい、どうぞ。あ、美塾さんも80だった。はい、このサッコサと。リョモンさん割ってきそうだね。お聞きください。やっぱり来たね、もう。まあ、あんただわ。あ、いや、あんただわ。はい。はい。なるほど、リョモンのサッカーさとね。全軍進め。そう。我らの強さ。行きましょう。変化に広める効果。そうね、もうめちゃんこ強いもんね。おそらく敵はこっちに行くんで、こう行くか。あ、二つに割るか。あ、美宝さんがまたいたんだね、カンペさんね。刀剣さんお亡くなりになっちゃったから。そうだね。とりあえずね、彼らは、張飛も裏から奇襲させるか。じゃあね、よいしょ、あなたたちは移動で、ここね。で、私たちは、あらシフトキーが効かない。なんで、お、あ、そうだ、シフトキーじゃなかった、コントロールキーだった、ごめんなさい。で、私らここで合流で、
チミラさんは裏から攻めよう。とりあえずここね。さあ行きましょう。そうね、やっぱりこっち取りに行くのよね。ここの采配をね。民が城主を献上してまいりましたと。そうだね、寛平さん馬だから、馬だからもうこっちまで行っちゃおうか。お任せください。で、リョモスで、いいでしょ。で、寛平さんを除いた、あら、寛平さん参っちゃった。こっちに取りに行って、寛平さんはここで仁王立ちだね。サイエンさん早いのいいんだけどね、サイエンさん一人じゃ何もできないからね。私ね、性格的にね、こういう分散処理が嫌いなんで、苦手でね。はい、どうぞ。もうね、なかなかこの分散っていうのが苦手でね。あ、ちょっとサイエンさん下がっちゃいましょう。さあどう行こうかなと。取っちゃったでしょ。じゃあね、我々で一度この道を分断しちゃいましょう。あ、いい感じだね。これはいい感じですよ。で、後ろから、あ、もうこっち落としちゃいましょう。お任せください。寛平さんあれだね、すごい丁寧な物言いだね。あ、どっちで、あ、モサエンさんも移動しちゃいましょう。こっちね。お任せください。おい、はい、やり合ったね。やり合ったので、もうこの人だったら使わずに側面で、で、どちらかというとこっちだね。こっちが今度やり合うから、そうだね、ここで待ってましょう。よし、入る？入ったね。さて、戻っていただくとしよう。え、で、リーダー移動中ね。皆さん移動中で、あなた使おっか、行使采配ね。皆の者、力を示せ。何ですかみたいな感じですね。本当に。だったらとりあえずこれでいくか。ああ、兵撃が発生してもいいけどね。これ、あ、そうだ、あなた強撃できるよね。大馬さん関係ないから、あなたも、あ、でもあなたは強撃できないんだ。よし、あちらはどう？うわ、すごいね。やっぱ兵撃が発生すると。あ、おお、忘れてた。してください。あ、強い。寛平さんどう？あなたの調子は。あなたまだだね。寛平さんそこ取って、まあいいか。やっぱ兵撃があるとね、見た目も、あ、逃げちゃった？逃がさないわよ。あ、逃がさないわよ。さあ、逃がさないわよ。さあ、サレーさんだね。あなたサレーさんだね。ああ、あなたに向かって、で、私も行きましょうか。じゃあね、行くぞ。ああ、起動着火いいわ。追いついたすぐ。いや、起動着火いいよこれ。いやいや、あ、皆さんちょっと待って、もうガッチンコ行っちゃいましょうね。もう本陣行っちゃいましょう。で、こっち見ないとね、寛平さんが見えないから。いやー、起動着火、今のファインプレーだね。お任せあれ。皆の者、私に続きなさい。皆の者、あ、寛平さん、私に続きなさい。寛平さんもやっぱいいよね。さすが寛お兄さんの容姿だね。まあ容姿だからね。あ、でもあれだったね、列伝を読むと、史実ではなんか本当に息子、いや、なんかね、わざわざあれにしたと、養子にしたって演技でねって書いてましたよね。で、あと何しようかなと。あ、あなたこれでも使おうか。相手の士気を落とせるもんね。まあ本当このゲーム士気だからね。まあ実際の戦争もそうなのかもしれないですけどね。
まあでも大人数持ってるとね、どうしても士気は上がるような気がするんですけどね。やっぱ少ない人数を見ちゃうと。戦は勝利の後こそ寛容。また忙しくなるぞ。いやーもうね、総評さん大衆でベラボーに忙しくなっちゃいましたね。だもんで余計なことがなかなかできなくなってきましたと。ね、やればいいんですけど、もう寿命がね、やばいので。お、総評さん3位ですね。起動ジャッカが効きましたね。いや、もうなんか起動ジャッカで良くなってきちゃった。起動ジャッカ結構ね、結構面白い。あ、これなんか不思議な見方したんだよね。無事なしとかも、そのやば上なしですなと。じゃああなたは、せっかくだから、ガンガンに取っちゃおっか。138日。兵糧がね、兵糧138日だから一回戻りましょうか。で、総評さん。あ、ここだね。はい、勝利さんね、文化に投資してはやいぞやいぞと。今同士が11人。報告します。はい、やいぞやいぞ。全員埋まってたかな。あ、埋まってんね。さあまだまだ増やしましょうか。あ、いやお金がないわ。あ、異民族。さあ、どこから襲ってやるかと。城跡城塞を破壊しましたよ。あとはこの人たちが来る。あ、龍神さんだ。血族ですね、龍神さんのね。あ、いい場所に出たかな。あ、工事呂布がいる。ほら、こっちに来ても大丈夫だね、南蛮大王さん。呂布で3万も兵があれば問題ないでしょうと。さあ、援軍来ますね。我が領内に向け出陣しました。あー、馬頭さん動いたね。でも正直艦中、あら、いや私のとこ返したかな。返してない。この人たち返した方がいいかな。返しちゃうと1,2,3,4人しかいないんだよね。返しても間に合わないか。で、艦中が馬頭来たということは、あ、やばい、武将ほとんどかっさらってきてんだ。どうしよう、艦中捨てるか。まだ取りに行こう、艦中はね。ここで龍将さんを潰しておかないとダメだもんね。はい、新書によってということなので、誰に、あ、あなたまだいけるね。はいと。で、人事尽くせませんか。よいしょ。みんなあれだね、まちょっと迎えに行く人が行く人だからかもしれないけどね。厳しい。これダメだね。厳しい。さあ、じゃあ引き続きと。孫権軍の総評税が、あ、また読めないわ。なんて読むんだろう。あらかたね、結構、あ、そうだ、あ、分配しても仕方がないね。私まだ都督じゃないからね。あれ何がしたいんだ。あ、都市だ。読み方で SE、 なんだろうこれ。まあ、SE っつうのは読みますね。スイか、うん、なかなか難しいね。もうね、なかなか総評さんがこうやって攻めてるの見れませんね。総家の都市使命が達成されましたと。お、二品館に上がった。え、上がったけど何もなしかい。二品館に上がりましたね。報告します。はい、巡察ね。もちろん良いぞ。良いぞ良いぞと。報告します。はい、もちろん良いぞ。はい、良いぞ良いぞと。はい、でも相手ね、フラフラなんでね、あれがなくて、士気がなくてね、着手するぞ。ここ山すごいんでね、どうしてもそうなっちゃうんですよね、移動してるとね。これは他人事でもないんですけどね。 はい、
旅儀ならば大長大長弓戦術でいいのかなわかんないけど、って読み方って難しいね。これだったら分断して攻めていけばいいね。あ、今回リョモさん来なかったね。全軍進め。我らの強さ、天下に広める好機ぞ。士気がこんだけ下がってっからガンガンに落としていきましょうか。とりあえずね、ガンガンに落としていきましょう。と、あと彼ら、手伝いに来てくれてる彼らね。彼らはこっちから行っちゃおうか。お任せあれ。ね、こう行って落としにかかりましょう。ああ、なんかすごいあれなってるけど、渋滞してそうだけど。うんうん。で、そっか。全軍、敵を蹴散らすのだ。援軍が来ましたと言っても、あれですね。この土地にいた人たちですよね。この城にね。で、ちょうど落としていきましょう。じゃあね、出てきちゃった。よいしょ。サインさん早いんですけどね。早いんですけど、この人、味方の防御上げるだけか。ちょっと待ちましょうか。あなたね、ここで。かしこまりました。今こそ好機かかれ。おい、陣制圧。ああ、で陣を制圧して、お前ら一気に片付けんぞ。お、ちょっと待ってね。これは何、これなんだろう。かく乱陣戦術ね。かく乱陣戦術っていうことは、あ、再配の上限落とせんだね。まだいいわね。じゃあこれこっち行っちゃいましょう。かしこまった。で、いいよ。お、やりあつ、やりあっちゃった。早いよ。仕方がない、ちょっと自分だけ上げとこう。じゃあね、ちょっと時間来ましたんで、この辺で終わっておきましょうか。総評さんで三国志13ですね。終わっておきます。どうもありがとうございました。